いつもありがとうございます。ニニニットです。あちらにパソコン、こちらにシルバーの電子コントローラー。今ですね、ようやく本腰を入れてデザイナーニットのお勉強を始めました。と言ってもですね、これからデザイナーニットをやるわけではありません。ちょっと一つ一つできることを確認して丁寧に動画は撮っていきたいと思います。デザイナーニットの方ですね。で、今日はですね、こちら見てください。こちら葉っぱ、リーフ、大好きなリーフ模様ですけど、これこうなってますよね。これちょっとね、ニットへの刺繍を意識してわざとこう傾けてます。で、手で棒針でこういう風にね、試し編みをしてたんですよ、いろいろと。で、一目ずつ外側に模様を作りながら一目ずつ外側に、ずらしていくという、ちょっとややこしいし、これ手前、裏メリアスを表に使います。葉っぱのセンターはこの辺にします。まずこれをこのセンターだけまず1段表、脱皮返しで表目に直しておきます。こうやって直して、で、両サイド、葉っぱの模様っていうのは常に広がっていくまでは両サイドに掛け目がきますね。表に直して、一目だけ表に直して、表に直して、表に直して、表に3目ほど表に直しました。ここがセンターで、これを両サイド表目にした目、右側は右に、左側は左にと移します。移しておきます。そしてこのまま行くと葉っぱはまっすぐ立ち上がっていくんですね。で、これ3目が5目に両サイド、センターの両サイド掛け目ができて3目が5目に増えました。で、ここで普通の重りの方が良さそうだな。ここでこの作った目、掛け目ごと一目ずらします。ちょっとややこしいんですけど、掛け目ごとです。掛け目ごと、この開いた目ごと移していきます。こう移しました。そしたらこれ2目一度掛け目、センターの目、そして次も、あ、ここじゃないです、もう間違えてる、このあと2目ってことになりますね。これがセンターの隣が掛け目なので、はい、これ掛け目ごとずらして、ここ2目一度な上にその後ろに裏目が来てるので、ここ3目がかかってます。3目、ここ3目がかかってます。そして掛け目、センター、掛け目、2目一度ですね。模様がこう一つずれたわけです。そうするとここにいらない掛け目、開いた針ができてしまいます。それをこの隣の裏を渡ってる、これパールバンプとかって言われますけど、英語でね、裏目のことをパールって言うんで、これこの渡ってる糸ですね、これで埋めます。こうです。で、模様は5目、そして1目、5目ごと1目ずれたという形です。これで2段。
て、あの手をかけてあの作る模様なので、編み損じたくないので、こうやってね、ちょっともうちょっと上にした方がいいですね。こうやってね、あの針をなぞってあげると、目が浮いたのが治りますので、でこれでまずやることは表目、この5目ですね、葉っぱの5目を表に変えます。まず左からやってみようと思います。ここ2目一度があります。掛け目を作るために重ねた2目一度があります。これをまず外します。そうすると掛け目が隣に来てるのってこういう風になるんですね。これはあくまでも順序よく編まれてる方から出てる順にこういう風にタッピ返しをして表に変えます。でこれ掛け目、掛け目は2本の針がこうただ渡ってる状態なんですね。これ下に、下の糸にこういう風にくぐらせて、上の糸を下から上に持ってきて表目に直します。これが掛け目の表目ですね。普通これですよね。で次ここセンター、ここに入れておいて、センターはちょっとこういう風になるんですね。両方が掛け目なんで、この葉っぱの模様っていうのはセンターの両方に、広がっていくまでは両方に掛け目があるんで、こういう形になります。これを U 字の方から1、2とタッピ返し、ちょっと座ってる位置が違うとやりづらいもんですね。でここも同じ掛け目です。2本こうやって糸が渡ってる、これを向こう側から入れて上の目をすくい上げる、で表に直ります。でさあここです。ここ3目が3目一度になってるんですね。掛け目を作った2目の上にこうずらして裏目にかぶせたので、ここ3目がかかってます。これを1目も漏らさず取らないと目がほどけてしまいます。ここがちょっと注意が必要なんですが、入ったかなって、入ったことを確認して入ってると思います。で静かに外してみます。でこうやってみて、おお裏目が裏目が外れた。昨日スイスイやってたんですけどね、多分ここ裏目外れちゃったんですね。これ気づかずにやっちゃうとここの段ずっとほどけちゃいますね、下まで。1、2、3段ほどけちゃいました。これ裏目なんでこう直しておいて、で失敗すると分かりづらくなっちゃうよっていう感じですけど、でこの3目をタッピに取って、3目ありますね。この3目をタッピに取って、慎重にやるとこれないと思うんですけどね。でここ気をつけないといけないですね。このちゃんと編まれてる側から出てる糸の順に下から取っていきます。2段、はい、なんとかできました、ね、こういうふうに失敗すると編み地が乱れちゃうんですけどね。でまた模様を作っていきます。今度はこの2目がずれてセンターの両隣の針が開きます。ここで、端が裏目にかぶってきますね。裏目にかぶってくる。そしてセンターの隣掛け目です。でこちらも端2目をずらして
左隣裏目にかぶって、この端の目と端の目が2目一度で、センターの両隣掛け目、これで目3目だった目が5目になり、それから3目の7目になりました。セブンスティッチです。こういうふうになった状態で、これで編むと普通に模様ができるんですけれども、この状態で目を移していく、模様を作っておいて目を移します。ここからですね、2本で2、1で間違えないのやった方がいいですね。ここ2目一度と、このこれがこの2目一度が裏目にかぶって、右端は右にずらしてる側は端の目がこれ3目一度になりました。そしてこれここ掛け目ごと空いた針ごと移します。センターの隣掛け目、そしてこちらも空いた針ごと移す、センターの隣掛け目で、あと一つこういうふうに移っていきます。これで模様がここ3目一度になってますね。2、4、6、7目が1目ずれて、で右にずらしたので左側のこの針がエンプティ、目がない状態です。でここは、左隣の裏目を渡ってる糸で埋めます。これでできました。で慎重に編みます。それでこうやって、でまた斜めを、脱皮返しです。今度、左端から行こう。ここセンターですね。センターの1、2、3番目で、ここが2目一度があります。この2目一度に2本2目がちゃんとタッピに入る状態にしておいて、ほどく目間違えずにほどきます。2目がかかってます。で2段タッピ返し、1、2、これ一回棒針から編み、機械編みじゃない方の場合は一回やるといいんだろうなと思うんですけど、これ最初に作った掛け目ですね。だからここの部分から順番に2段で、ここは掛け目なので外すとこうやって2本糸が渡ってますね。これ向こう側にしてこうすくい上げる感じで3目目、でセンターここまで表に変わってます。でほどきます。そうするとこうやって U字になってますんで、 U 字になってるところを編んで、でその次の目を段を編みます。編むというかタッピ返しですね。入れる。その次はこれ最初に掛け目を作った目ですね。ここは、目を直してます。でやっぱりこれも、左隣掛け目になってるので、ちゃんと編まれてる右側から出てる糸の順に編みます。さあ次です。先ほど失敗したここ3目一度です。3目一度これをしっかりタッピでつかまないといけません。3目残らずつかまないとさっきみたいなことになりますね。これで裏目、一番下になってる裏目がくせ者ですよね。これで取れてるかな、ほどいてみます。
てる？取れてる？これ1、2、1、2、3、あ、取れてます。3本かかってます。これで2段。はい、ここで葉っぱの9目で、あの掛け目3つで葉っぱの一番端っこにしようと思います。今度は両サイド外側に掛け目を作って、それが裏目に変わっていってこうなりますね。だからこの一番端の目、これをただ表に直した状態で中側に、両方とも中側に移します。こうですね。で、この葉っぱを傾けるためには、この作った掛け目からこっちに移っていかなきゃいけません。だから掛け目も考えに入れて一目移します。こうですね。今度はもう、でも3目一度はできませんね。で、これはそのままストンと一目移す。次もそのままストンと移す。で、次も。で、ここで隣が掛け目、葉っぱの領域です。掛け目で、ここに一目開いた針ができます。これを埋めます。この状態ですね。この状態で2段。2目一度、センターから3目目、2目一度、これを表に直します。1、2、で、この辺はもう葉っぱが閉じる、掛け目が外側にできて葉っぱを閉じていくときは、もう中側のタッピ返し、掛け目が絡んでこないんで楽ですね。はい、で、ここ2目一度です。ここ2目一度、左側に掛け目を作って裏目に変えていくために作った2目一度。これ下から順にですね。また両サイド、右側は左に、左側の端は右にっていう形で、ここ1、2、3、4、5、表目が5目に減って、その両サイドは掛け目になって裏になっていきますね。これで葉っぱの形ができていくわけですね。だからここが掛け目で一目ずらしていく。1、2、センターを入れて3、4、5で、これもです。これも最初に作った掛け目もここですね。すぐ隣、葉っぱのすぐ隣が掛け目になるので、こういう状態ですね。で、ここの目は塞ぎます。1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、これ1回目に作った掛け目、1回目に作った掛け目、これでいいですね。で、目も塞ぎました。そしたら2段。もうすぐなのでお付き合いください。で、掛け目、2つ目の掛け目、1、2と裏目に変わりました。で、ここ2目にしっかり入ってほどく。で、ちゃんと編まれてる左側の順にタッピ返し。5目目はこれ2目1と2
目にしっかり入って、でこれは隣が欠け目なのでこういう状態で、ちゃんと編まれてる右隣のから出てる糸の順に下から2段タッピ返し、はい、これで、表目が 1,2,3,4,5 目に減りました。で今度3目に減ります。右側を中側、左隣にで、左側を右隣にでして、3目に減った両サイドが3つ目の掛け目になります。 1,2,3,4 センター 1,2,3,4 と、これが模様の範囲ですね。で気をつけないといけないのが、この表目2目一度を直したこの表目の、隣が掛け目にならなきゃいけないということですね。でこれまずもう裏目に変わってる2目を1つ ずらします。そしてここでこの端の目の隣が開いた針、掛け目じゃないといけませんね。でこれは掛け目ごと、あ、掛け目というか開いた針ごと移す。で残り2目で見てみると、2,4のセンターの2,4とで、裏目の両隣掛け目です。でこの開いた針を、これで裏目で埋めます。もう少しです。この2目一度、3目だけになりましたね、タッピ返しが。この2目一度の目2段分、右隣が掛け目、そしてセンター2段で、ここ2目一度、2目にきちっと入って間違えずにほどいて、これ隣が掛け目なのでちょっとこんな風になりますね。下からちゃんと編まれてる目から出てる糸の順に2段、はい。でこれでもう、あと3目ですから、中心に目が集まって中心が3目一度に変わりますね。これで、掛け目がやっぱり両隣になります。でこれセンター 1,2,3,4 ここからなんですね、模様の範囲。ここから一目ずらしてってあげないと掛け目が反映されません。こうですね。で掛け目ごと一目で、この両隣は掛け目です、開いた針です。で 1,2 もう一回、これで1,2,3,4 と、あ、4と、掛け目が裏に変わっていく目があって、センターが3目一度で、掛け目1,2,3,4とこの9目です。でここのずらしたことで1目空いてます。これをこれまで通りこうやって隣の裏目のを渡る目で埋めます。もうちょっと編み目ダイヤルちっちゃくするべきでした。こっちはねちょっと太めの糸だったんで、そのまま行っちゃったんでね、この辺にねバラだとか何か刺繍をするといいなと思うわけです。傾く葉っぱのレースをやってみました。はい、ありがとうございました。